はい、皆さんおはようございます。バドです。よろしくです。今日は2018年4月の4日14時です。よろしくお願いします。はい、バドツー。はい、綿あめいらっしゃい。ヤナラッキーいらっしゃい。見えてる？じゃあやりますか。自己啓発。自己啓発。どの辺から話しようかな。難しいよね。さて、見えてるかな。どの辺から話した方が分かりやすいんだろうか。どうしようか。引き寄せられに来た。まあ、じゃあ引き寄せの法則っていうのからやろうか。ああ、なるほど。有名な本からね。引き寄せの法則。著者誰だっけ？ロンダーバーンで合ってるっけ？ロンダーバーンだっけな。合ってるかな。ロンダーバーンだったと思うんだよね。女性だよね。まあ有名なのが引き寄せの法則って言って、これを書いた人がロンダーバーンって人だったと思うんだけど、すごく流行ったんだよね。宇宙的な法則っていうかね、これ、俺が考えるにだよ。元ネタがある。元ネタ。これが、俺がいつも言ってる、思考は、現実化すると。思考は現実化するっていう本があると。これ元ネタだよっていうふうに、俺は考えてます。これは、著者。誰だっけ？カーネギーじゃなくて、なんだっけ、誰だっけ。 著者は名前出てこない。疲れてんのかな。名前なんだっけ。あれ、名前出てこねえな。名前は著者誰だっけ。あれ、誰だっけ？誰だったっけ？著者。ナポレオンヒルだ。ありがとう。ただ、元ネタはナポレオンヒルだっていうふうに俺は考えたんだけど、もっと最初の元ネタがある。これの元ネタね。それはね、引き寄せの法則を発見した人。元ネタ。イエス・キリストです。要はね、キリスト教が流行ったっていうのはね、俺はここだと思ってんの。西洋哲学の考え方、独特の考え方なんだけど、イエス・キリストが発見したんだよ。思考は現実化するってこと。要はね、聖書に書いてあることって全部これなの。信じる者は救われるっていう概念だよね。だから、すべての、これ7000万部売れてる本だし、これ1000万部かな。まあ、キリスト教が世界一番のベストセラーっていうふうに言われてるけど、聖書がね、元ネタはこの辺だっていうふうに考えてください。で、引き寄せの法則とは何なのかとか、思考を現実化すると、これ言ってること一緒なんだよ。これは新しい用語で引き寄せの法則っていう名前をつけただけで、簡単に言うと、もうここに書いてある通り、
Think and Grow Rich っていう英語のタイトルなんだけど、思考は現実化するっていう、もうそのまんま。何も考える必要がない。ただそれだけ。OK、 ここまで。で、簡単に言うとね、考えたことが現実化しますよっていう話で。現実化しますよーって。うぜえな。もう言っちゃえば、まあ当たり前のことだよね。普段考えていることが思考が現実化しますよ。あなたの思っている通りに、実はこの宇宙っていうのは、動いてますよっていうのが彼らの主張です。ロト6当たらないかなって。で、じゃあ当たらないかなっていう、OK。それもね、説明ができるんですよ。説明ができます。で、まず、その上でね、大事なことがあって、テクニカルな部分。現在、これがね、よく言われてるやつだね。現在確定形。形ってどういう字なの？形。確定形の形ってどうだ？形じゃない？現在確定形で考えるっていう。ここね、結構ね、重要なんだけど。で、あと、まあ、それを行うための技術として、アファーメーションっていうのがあるね。アファーメーション。唱える書くとかね、こういう技法がありますね。アファーメーションって言います。これ真ん中、テキストって真ん中にできないのかな。アファーメーションね。これは技術だね。だから当たらないかなって考えてると、普段考えたら当たらないかなって言ったら、当たらないかなってずっと言い続けるってことね。だから、俺の知り合いに、すっげえギターうまいやつがいたの。もうプロ級にギターうまいの。で、そいつのことをよく思い出すんだけど、この話をするときに。
多分ね、知り合いにもいっぱいいると思うんだけど、ずっと言ってんの。俺はいつかプロになってやる。10年20年言ってる人いない？俺はいつかこうなってやるって。いるでしょ。この人は絶対叶わないって言われてる。なんでかわかる？人から嫌われたくない人が離れてほっとくしかないというのは思い込み。ちょっとよくわかんないな。人から嫌われたくない人が離れてほっとくしかないってどういうことだろう。つまり現在確定形で唱えるっていうのは、これ河本ひろとも同じこと言ってんだけど、自分がレーサーだって言った瞬間にレーサーだって、あとは時間が解決してくれるとか。ビートたけしさんは自分のやるべきことが半分決まった時点で夢は叶ってるって言い方をしてんのよ。そういうこと。いつかって、だから未来もいつか叶うっていう風に言ってるだけなの。そうじゃなくて、俺は絶対にプロに、プロ、俺はプロだって、アイアムプロっていう、そう、アイアムっていう未来からもう思考を奪っちゃう。これすごく重要。うん、ありがとうねぼすけさん、バガありがとう。うん、そう、だからよくあるのが、いつかこうなりたいとかなるんだ、なるんだって言ったら、未来も3年後もなるんだって言ってるだけだから。そうじゃなくて、私はこうだって言った人間ほど叶うっていう。人から嫌われたくない、人が離れてほしくないということは思い込み。あ、人から嫌われたくない、人が離れてほしくないって思ってたら、自分が人から嫌われたくない、私は離れてほしくないっていう人になるだけ。だからここテクニカルの、人から嫌われたくなかったらこういうの、私は人から好かれている、私は人が寄ってくる。わかる？だからその言葉をね、コーチングでよく使うんだけど、要はちゃんとしたコーチについてやると絶対こう言われるはず。あの、なるほどって、コンサルして、人から嫌われたくないのね、ってことは好かれたいんだよねって。そうです。ってことは、私は好かれているっていう風に常に生きてればいいよって。で、私には人が寄ってくるって。だからさ、俺さ、口癖のようにさ、俺さ、人の運すごいいいんだよねってよく言わない？うん、確かにリラクゼーション未経験なのに経験者だって思い込んで店出したらもう3店舗目。あー、じゃあ実体験だね、成功体験だね、素晴らしい。そうで、これってね、俺自己啓発っていう言葉自体が日本でイメージ良くないと思ってて、これスポーツの世界でも当たり前に行われてんだけど、スポーツの世界だと用語変わるの。これスポーツの世界でなんて呼ばれてるか知ってる？自己啓発って。うん、これね、ただ単にこういう用語で呼ばれてるんですよ、スポーツでは。メンタルトレーニングなの。こう聞くと納得がいくの。日本人はね、メンタルトレーニングっていう言葉にはなぜか親和性が高いの。ブレイクスルーではない。うん、メンタルトレーニングで、選手が俺は勝つとか、アイアムチャンピオンってよく見るでしょ。違和感ないでしょ。みんなやってるよ。俺が勝つんだ、俺は勝ったんだ。だから光くんが俺に言ってたもん、勝ったイメージを持ってたって。うん、そう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 。だからまあ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 、そう、そういうことでしょ。勝った後のイメージ、勝ってる生活をするっていう。で、人間のそのエンドルフィンとかドーパミンっていう快楽物質が流れるものってすごくシンプルなのね。5つの感情しかない。嬉しい、ちょっと待って、ここ重要だからオレンジ色にしようか。脳内麻薬が出る5つの感情、要は幸せになるっていう風に捉えていいや。嬉しい、楽しい、気持ちいい。よく自分が何やりたいのかわからないんですっていう人にはこっから教えてる。
で、実はこの2つは気をつけないといけないのが、この2つね。嬉しい、楽しい、気持ちいい。要は自己啓発っていうぐらいだから、セルフで自分でやっていくわけなんだけど、この下2つは気をつけないといけない。この2つは気をつけないといけない。なんでかわかる？みんなさ、言われてみたらさ、ハッピーだって感じるのって嬉しい、楽しい、気持ちいいでしょ。で、かっこいいと誇らしい。この5つしかないんだよ。モテるようになった？ で、この2つは人に言わない方がいいって言われてる。なんでかわかる？この5つの感情っていうのはシェアしていいんだけど、この3つ、あ、5つのうち3つ、上の3つはシェアしていい感情って言われてんの。この2つは、シェアしたらダメだって言われてる感情。自分の脳内麻薬は出るんだけど。なんでかわかるかい？この下2つは気をつけないといけない理由。反感を買うんだよね。 かっこいいと誇らしい。女の子だと可愛いなんだけど、反感を買うんですよ。要は、ここに、これってすごく自分のモチベーションを上げるのは大事なことなんだけど、人に言うと「俺ってかっこいいだろ」って毎日言ってるやつ、そう、嫌でしょ。そう、これ反感を買うのよ。要は誰もがみんな自分の方がかっこいいとか誇らしいと思ってるから。要はこれ自慢の感情だから、これは自分の中に収めた方がいい感情って言われてる。そう。だから自分から口に出すのは気をつけなきゃいけないって言われてる。なんでかっていうと、反感を買うから。つまり自分のかっこいいっていうのを言えば言うほど周りが敵になっていくの。かっこいいよねがダメなんじゃないの。自己啓発だから自分で言う言葉ね。例えばね、こう言われたらよくない？いやー、リスナーさんって、いつも来てくれて嬉しいよって。嫌な気分しないでしょ？いやー、今日の放送楽しいわー、リスナーさんありがとう。嫌な気持ちしないでしょ？いやー、なんかいいよね、こういう風にコメントとかたくさん走ってる、気持ちいいわ、いい気分でしょ。いやー、画面に映ってる俺かっこいいだろ。いやー、俺さ、ダンカンさんと仕事できて誇らしいわ、嫌な感情起こるでしょ。言われるとわかるでしょ。これ要は自慢なのよ、これ。この下の2つは。言ってる人だけが気持ちいいの。この2つは。脳内麻薬が出てんの本人だけで、周りは不快なオーラが出んの。だから、この二つ、俺はかっこいいとか、俺は誇らしいっていうのは自慢話だから、嫌でしょ？ムカつくでしょ？でもこれ意外とやりやすい、やっちゃうから、この二つの感情は中で秘めるっていうふうに覚えといて。だから、かっこいいよねっていうのは人から言われるもんだから。で、この嬉しいと楽しいと気持ちいいって感情はいくらシェアしても反感買わないの。わかる？この3つっていうのは反感は絶対買わない。OK。なるほどでしょ。ムカついたでしょ。配信者は自己顕示欲の塊だからね。まあ、覚えておいてください。一応配信論じゃないから、これは自己啓発的なお話なんで。OK。 で、これをもとに皆さん設定します、今から。要は、お金が持ちたいとか、女の子にモテたいっていう本当の突き詰めた動機っていうのはこれしかないの。セックスが気持ちいいとか、ね、いい女連れてて誇らしいとか。ね、に筋トレする痩せるってかっこいいからでしょ。かわいい、これ女の子はかわいいね。かわいい、私かわいいね。で、まあ楽しいこと、嬉しいこと、これに何が必要なのかを落としていくのが、自己啓発です。まずファーストステップ。どうやったら自分が幸せになるか。
だってお金ってただの紙でしょ。何か自分の欲しいものと引き換えられるからいいってだけじゃん。突き詰めていくと要は心の問題になってくの。うん、旦那の収入が安定した家計のやりくりが楽になりたい。OK。じゃあ、プリンシプルっていう言葉を覚えてください。すごくいい議題だ。自己啓発の前に、プリンシプルって言葉を覚えて。プリンシプル、覚えました？これは日本語にすると原理原則と言います。OK。プリンシプル。で、引き寄せの法則とか思考は現実化するとかコーチングの中にプリンシプルって呼ばれてるものがあります。で、俺が口癖を言うに言うよ、あの言葉でもあるんだけど、これみんなコメントで書いてください。あのアファーメーションだから。オッケー。プリンシプルその1、これ書いてね。他人と過去は変えられない。OK ですか。今からみんなに伝えることっていうのはプリンシプルがあります。要はルールがあるの。うん。で、矢野ラッキーが旦那のっていうのが主語になってるでしょ。無理です、うん、このプリンシプルの裏側にはこういうものがあります。いくよ。はい、これも書きましょうか。自分と未来だけは変えられます。これがもう自己啓発をやる鉄則です。他人と過去は変えられません。自分と未来は変えられる、うん、これイコールでしょ。だから矢野ラッキーがこれね、どういうことかというと、この原理原則を踏まえた上で、他人を変えよう過去を変えようすると不幸になります。はい、なんでか、絶対変わらないから。うん、絶対に変わらないから。わかる？だから矢野ラッキーは自分のことを変えないとダメ。じゃないと旦那さんとの関係が悪くなる。単純に。そう。で、まあさっきのロト6の話、なんで私は当たらないのっていう話も、だんだんその掘り下げていったらわかるようになるから安心して。だからすごくいいよね。旦那さんが収入が安定して他人と過去は変えられない。なるほどって、自分がやることじゃないんだっていう、うん、そう。 OK。 矢野ラッキーが自分ができることしか変えられないの、うん、旦那さん自身が収入安定したいって望んでるんだったら俺は旦那さんにコンサルすることはできるよ。でも矢野ラッキーがそこにコミットすると不幸になるのを俺は分かってる。仕事とは何か、自分の存在意義とは何か考えろって最近上司に言われた。その上司はすごくいいね。正解だね。うん。それって生きることってどういうことなのかっていうことを突き詰めてるから、上司は正解。俺の中では、はるさん。ただ、よくありがちなのが、セミナーにはまってよくないのが、俺宗教と一緒で押し付けるんだよ他人に。それは周りからすると迷惑の。だから俺は気をつけてるのが、求めてない人にテクニックは教えない。うざがられるから。そこでしょ、春さん反感買ってるの。俺ら別に求めてねえよって、なんであなたの価値観を植え付けるのって。でしょ。多分それじゃなかったら、上司が粛々と自分のことをやってるんだったら、かっこいい上司になれたはずの。これね、上司、セミナーにはまる上司にありがちな。セミナーで教わったことを自分が感銘受けたから周りも幸せになるはずだって。これ宗教と同じ原理。俺はこれはダメだと思ってる。求めてる人にしか与えない。あるあるある。それコーチが悪かったんでしょ。セミナーが悪かったんでしょ。さて、どの辺行きますか。それはあれでしょ、なんか商法でしょ。あそこであったよ、福島であったよ。でしょ、モチベーションが下がるの。それね、コレクティブエフェカシーって言うんだけど、
ちょっと会社の企業とかの研修とかには俺よく話してたんだけど、好かれる上司と嫌われる上司の違いって言って、あのリーダー論っていうのがあるの。リーダー向けのコンサルっていうのがあって、で、あなた方には教えますけど、あなたがそれを部下に伝えたらダメですよ、時代が変わってるんですって。役割で、あなたは例えばよく言うのがサッカーの例えで話してて、選手っていうのは走ったりとか走るのが速いとか体を鍛えるっていうのが仕事ですよねって。でも監督がそれやっても意味ないでしょって。つまり監督が体鍛えてて俺みたいに強くなれって言ってるサッカーチームどう思いますって。監督はブレーンでしょ、頭脳でしょって。だからそれをやったらダメなんですって。あなたに必要なことを伝えますと。ただそれを部下に押し付けるのは違いますよって。そうじゃなくて、部下が求めてることをできるようになるっていうのが理想の上司なんですって。だからあなたは心のケアをしたりとかサポートをしたりとかアドバイザーにならないとダメですよっていう。まあまあまあ、なんか変な研修に引っかかっちゃったんでしょ、セミナーに。よくあるパターンだよ。いや、トップダウンって言うんだけど、教わったことをそのまま伝えちゃうっていう。どの辺から話そうかな。あ、じゃあまあまあまあ、矢野ラッキーのね、みんなにもそうなんだけど、理想の自分を作りましょうか。理想の自分、最高に嬉しくて最高に楽しくて最高に気持ちいいことを考えてください。皆さんの中でそれね、面白いんだけど、考えれば考えるほどワクワクしたりドキドキしたり、なんか幸せな気分になってこないですか。極端に自分が嬉しいこと、楽しいこと、気持ちいいこと、まあここも含めていいです。この5個を徹底的に、できればこの3つに絞って考えてみて。最高の自分。そう、結局なんでこれをやってるかっていうと、これが基本だからの。この状態で人と話すと運が良くなります。なんでか、楽しい人だから、ワクワクするから、この3つの感情をシェアできるから。要は人が寄ってくる人になるの。だからさ、人が集まってくる人ってさ、嬉しい、楽しい、気持ちいいの共感覚強い人なんだよ。これが要は俗に言うね、コミュニケーション取るのが上手い人なの。リア充ってやつ。話が別に面白くない、面白いわけでもないのに人が集まる人っているでしょ。絶対この感情をシェアするの。だからね、どん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 ね、その自己啓発について、例えば不信感を持っていたりとか、こういうところってどうなの、和道実際って聞いてほしいね。なんでかっていうと、俺もそういうタイプだから。こんなの自己啓発なんてクソでしょ、霊感商法でしょって思ってたタイプだから、どんどん質問してほしい。そこ全部拭い取ってあげる。ここってどういう理屈でこうなのっていう。俺は掘り下げ型だから、このプリンシプルはよく覚えといてね。他人と過去は変えられない、自分と未来は変えられる。ほっといていい、ほっといていい。宗教にはまってんのと一緒だから、ほっときな。なんでかっていうと、不快な感情をリフレインすると不快になるから。さっきもここに書いてある通り、他人と過去変えられないから、もう上司は上司でほっとくしかない。さあ、質問はありませんか。全然具体的でいいよ。こういうことをこうしたい、ああしたい、でもなぜこうならないのかって。もうロジックで全部話すから。面白い。
嬉しい楽しい気持ちいいを考えても現実に起きないんじゃないの？起きます。なんでか、結局ね、心の中で考えてると脳内麻薬、これはねすごくいい質問だわ、ありがとう芋大学さん。これは脳科学の本を読んで目から鱗だったんだけど、これ自己啓発は全く別の本ね。前頭前野の大脳皮質っていうのが発達してんの、人間って。最終進化ね。実は人間と猿の違いって薄い皮一枚ので、脳の古い爬虫類ぐらいの頃から持ってた脳みそから栄転神経っていうのが伸びてるんですよ。今脳の中に古い脳みそ、セックスとか呼吸とか司ってる古い脳から栄転神経が伸びてる。で、大脳皮質っていうのはどうなってるのかっていうと、これが面白い。要はね、想像力を司ってるのが人間の。つまり人間と動物の違い、要はまあそれは猿が一番進化したりとかイルカとか言われてるんだけど、そこと人間の決定的な違いはイマジネーションなんですよ、想像力の。で、栄転神経がそこに直結してるってどういうことなのかっていうと、脳内で起こったことをね、セックスとかの感情と結びついてるの。だから人間が唯一持ってるのっていうのは想像力だけで気持ちよくなれちゃう。これ面白いでしょ。だから現実に起きるってどういうことなのかっていうと、脳の中の情報処理なわけじゃん。だから想像力が現実になるっていうことをもう脳科学が発見してるんですよ。どうですか芋大学さん、面白いでしょ。ほうって感じだ。だから実は感情が先なのか出来事が先なのかっていう話で、実は楽しいから楽しいの楽しいことが起こったから楽しいじゃないの、楽しんでるから楽しいの。実は思考が先なの。そう、 OK、 納得できた。例えばじゃあちょっと下ネタで説明しようか。エロいこと考えたらチンコ立つでしょ。セックスしたらチンコ立つんじゃないでしょ。先にチンコ立つでしょ。これが栄転神経の不思議。要は想像したらよだれ出るでしょ。そういうこと。要は現実化するんですよ。それはね、認知の話になるからね、ザワさんすっごい話になるんだけど、認知症は何なのかっていう話になるの。この世界は自分が作り上げてるんじゃなくて、実を言うと、これ仏教の話につながってくるんだけど大丈夫？ちょっと話それるけど全部つながってんの、和道ワールドの中では。 OK、 話それていい。これ仏教の真理なんだけど、俺らは同じ世界で生きてるようで、実は別のものが見えてます、聞こえてます。はい、愛はどつ。だからこの世界を作ってるんじゃなくて、この世界をどう認識してるのかっていうのは限定的の。わかる？例えば、じゃあ、OK。どういうことか言うね。皆さん連想して、僕が今から言うワードがあります。パッと一番最初に出てきたものを書いてください。OK ですか？ OK？ 正直に書いてよ。考えないで。脳の反射だけで書いて。思った、連想したことを瞬間的に書いてください。OK ですか？ OK ですか？OK？ 行くよ。 OK？ OK だったら OK って書いて。 OK？ OK？ 行くよ。反射で書いてね、最初に思ったことね、何でもいいから。ハーブティーどうぞ。ハーブティー、どんな結果が出る？リラックス、セレブ、爽やか、香りがいい、眠り、カモミール。多分マイアンは好きな人なんだよね。あったかい葉っぱ、バラバラでしょ。美味しい。これが俗に言われ、さっき言った認知の世界の、これね、プリンシプル2つながってるの。プリンシプル2、素晴らしい。面白いデータが取れたでしょ。ハーブティーイコールネットワークビジネスってことは、ネットワークビジネスに何かしら携わってたんだろうね。
プリンシプルその2いきます。他人と過去は変えられない、自分が未来と変えられる。何だったっけ、ぶっ飛んじゃった、ちょっと待って、プリンシプルがぶっ飛んじゃった、確かにハーブティー好きでしょ、OK、っていうように、認知、あ、そう、これ OK、 思い出した、いくよ、プリンシプル2、ここですよ。事実と解釈っていうのは別なの。でも多くの人は、多くの人間は解釈の世界で生きてる。わかる？はいはい、初見さん楽しんでって。事実と解釈はじゃない、事実を徹底的に突き詰めていくと科学になるのね。事実、証拠、現実。でも解釈っていう世界で俺らは生きてるっていうことを知らないといけないよね。そう、ハーブティーっていう存在は事実だよね。言葉だから。存在するよ。でも、解釈っていうのは今コメント欄にあった通り、これだけ違うの。だからこの事実と解釈は違うんだけど、ここが一番重要ね。解釈って変えられるんですよ。はい、ここみんな復唱。解釈は変えられる。解釈は変えられる。これが自己啓発の根本です。面白いでしょ。事実は変わらないけれども、世界の受け取り方を変えることができるっていうのが、実は自己啓発の基本なの。解釈変えられるんですよ。これがトラウマ療法とかに使われてたりとかするんですよ。なるほどでしょ。女の子だとよくあるのは、付き合った男の人にさ、染まったりするでしょよくあるパターンなのが。そう、解釈は変えられる。で、これの説明として、事実と解釈が違くて、ほとんどの人は解釈の世界で生きているって。要は好きが嫌いか、要は好きが嫌いかも突き詰めると、嬉しい、楽しい、気持ちいい、かっこいい、誇らしいが作動するかどうか。作動しなかったら不快だってことだから。面白いでしょ。あ、全然参考にしていいっすよ。事実はね、正解とかじゃなくて、ハーブティーそのものだから。例えばハーブティーって言われた時に、ハーブティーで一回死にかけたことがある人がいるっつうんじゃん。なんか食中毒になって、多分ハーブティーって言ったら冷や汗ダラダラ出るので、プルプル震え出すのよこれをトラウマっていうの。うわーってなるでしょ。多分みんながハーブティー中毒かなんかとか、子供の頃ハーブティーで嫌な思いしたりとかしたら、プルプル震え出すと思うの。カタ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 みたいな、怖い怖い怖いみたいな。だからその解釈っていう、トラウマ療法とかはその解釈を変えてあげるのよ。そう、うん、あ、ありがとうございます、アイテムありがとう。そうで、おそらく人間っていうのは解釈の世界で生きてるから、この現実の捉え方を変えてあげるっていうのがコーチング、まあ自己啓発とも言ってもいいし。だから今のところプリンシプルは、他人と過去は変えられない、自分と未来は変えられる。で、事実と解釈は違う。解釈の世界で人は生きているけれども、解釈は必ず変えられるっていうことを覚えておいた方がいい。そう、まあ俺はね、もともとこれで飯食ってましたから。だから自分の生き方とかにも転用してるんだよ、ちゃんと。さて、だんだん宗教臭くなったので、ゆっくりゆっくり行きましょう。みんなの質問を踏まえた上で話していきたいと思います。みんなが普段どうしたらいいか、あ、ここはこういう風にやった方がいいっていう、これはね、俺のやり方なんだけど、説明をすると
興味がなくなるの、人間って。いや、教えるっていう考え方嫌いなの。そうじゃなくて、皆さんの生活に基づいた疑問とか、こうした方がいいんじゃないかっていうところを変えていった方が腑に落ちる。証明されてますよ、あのトラウマっていうのは。証明されてます。ていうか、トラウマの定義はそれだから。変えられるって事故、人によって必ず変わります、はい、必ず変えられます。でも引き寄せの法則の面白いところ、変えられないと思ったら変わりません。なんでかわかる？思考は現実化するから。だからこのプリンシプルの中に、実は一番の原則として、思考は現実化するってことよ。変えられない、無理だ、そんなことできない、その人は絶対変わらないから、その通りになってるでしょ、普段考えてることなんだから。だから無理とか絶対無理とか言う人ほど、本人が変えられないっていう風に洗脳かけてるの、自己洗脳。そう、どんどんね、自分の体験とか、どうしていったらいいかとか、そういうところを質問してってください。で、一個一個掘り下げていこう。一個一個ゆっくりゆっくり。洗脳、自己洗脳っていう言い方もあれかもしれないけど、うん、ああ素晴らしい、いい質問ですね。和道さん、捨て頃の勝利は引き寄せられなかったのですか。これね、すごくいいプリンシプル。いくよ。素晴らしいね、素晴らしい、いい質問ですよ、これは。素晴らしい、いくよ。すごいでしょ。これね、厳密に言うと掘り下げないといけないんだけど、基本的にはコーチングではこういう風に考えます。思いの強い方が優先されます。面白いでしょ、面白いでしょ。で、ここにはかけた行動量、思いの強さ、生まれ持った才能とかが付与していくんだけど、基本的にはこれで覚えておいた方がいい。そういうことです。だから周りに、反対意見の人を置かない方がいいよっていうのはここなの、うん、これはね、事実で生きてる人と解釈で生きてる人同士が垣間見えたら、どんな反応が起こるってどうもなんないよ。ていうか、現実世界そればっかりじゃん。そう、つまり、なんで俺が負けたのかっつったら、直樹兄さんの方が思いが強かったんだよ、うん、そういうことでしょ。だから、その成功の定義の中に、だから影響力を持ってるかどうかっていう、実はね、この他人と過去は変えられないんだけど、自分が変わると他人に影響を及ぼすことはできるようになるの、うん、だからすごくいい質問だよ。直樹兄さんの方が勝ちたかったんだよ、うん、俺も勝ちたかったんだよ。でも、かけた時間、思いの強さ、生まれ持ったものが足りなかった。 OK、 納得した、うん、これはその引き寄せの法則の中に定義化されてるの。だからリーダーっていう存在が必要になる。誰についていくのか、誰についていくのかもそうだし、自分自身がリーダーになるんだったら、リーダーって思いの強い人だから。で、リーダー論とかもさっきも話したんだけど、リーダーって本来背中を見せる人なんだよ、語る人じゃないの。リーダーの語源ってリードでしょ、一番前に立つって意味なの。だから先頭に立つ人が本来のリーダーなんだよ。いや、素晴らしい質問、ありがとう、アキラさん。なんで引き寄せられなかったの。直樹兄さんの方が思いが強かった。謝りなさいっていうのは屈服しなさいってことだからね。愛される人と愛されない人の違いは何だろう。そこは分かんないかな。どうなんだろう。
なんか愛っていうのは複雑な要因だから、ちょっと俺は分かんないかな、勉強不足で。俺は愛っていうのが分かんない。 愛ってなんだろうね、深いよね。もうどんどん質問していってください。バンバンいきましょう。そうそう、愛って形が違かったりするから難しいよね。本当にそう。普通っていうのは、まあ俺はアインシュタインの言葉が好きで、常識とは17歳にまでに身につけた偏見のコレクションであるって言ったんだよね、アインシュタインは。つまりみんなが常識だと思ってるっていうのは偏見だと。まあ物理学者は事実を追求していくのが仕事だからね。説得力が半端じゃないよね。まったり行こう、まったり楽しもう。自分、要はね、自分が普通だと思ってるのっておそらく自分の家庭環境なんだよ。例えば俺らの常識とアフリカの常識絶対違うよ。面白いって言ってもらえるの嬉しいね。まあ無駄な時間でしょ。無駄な時間だよ。その辺になると分析になるからな。でも俺は自己啓発の話をするときに、イチローとか矢沢永吉とか、ケイスケ・ホンダとかすごいっていう。矢沢ってこう入ってるじゃん。なんかやっぱ、なんだろうな、すごいなと思うよ。矢沢永吉が情熱大陸で、十何年前のデビューしたての V 見たときに、こいつはすごい、スターだって言ったの。天才だなと思ったもん。こいつ売れますよって言ったの。自分の VTR だよ。矢沢ね、プロデューサーの目線で見て、こいつ売れると思いますよ。半端じゃねえなと思った。ハルさんね、この枠に関してはなんだけど、この枠に関してはなんだけど、それって、まあ、今テーマが自己啓発だからあれだけど、自分で不快なオーラ出してるだけだよ、それ。考えれば考えるほど嫌な思いをリフレインしてるだけだよ。だから今イライラしてるはずなの、それを話して。違う？そういうこと。だから当時からもうずっと俺はスターだって言い続けたんだよ。これ書籍化しないのってね、もともとの始まりが、その思考は現実化するっていう本がいいよって言って、リスナーさんが買いまくってんの、今。4人ぐらい買ってくれて、それの解説をしてほしいということで、この枠開いた。俺がいくつだったっけな、17歳の頃に読んだ本なんだけど、ちょっと待って。もう自己啓発本ね、何十冊じゃ聞かない。多分100冊ぐらい読んでんだけど、それで一番おすすめだったのがこれだっていう話。これこれ。要はこれの解説をしてるって感じ。思考は現実化する。OK。 っていう枠です。だから書籍化はとっくにされてます。
はい、花火ありがとう。ありがとうございます。そう、あの世界で7000万部売れてますから、うん、あ、読んでみるといいと思うよ。さっきもコカ・コーラ創業の話とか、フォードの創業の話とか、あのカーネギーっていう人知ってる？人は動けるだっけな、鉄鋼王って呼ばれた、あの鉄骨がもう、あの産業革命の時鉄が使われて革命が起こったわけじゃん。カーネギーがこの人、ナポレオンヒルの20代の頃に呼び出して、で、あの要はもう俺には人生の時間ないから最後の授業をお前に託すって言った人がこの人。だからナポレオンヒルはカーネギーの弟子なの。そう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 。要はカーネギーは自己啓発っぽいことは書いてたんだけど、これ体系的にテキストにしたいっていう、要は学校じゃなくて、なんつうんだろう、その体系化したいっていう思いがあって、でカーネギーが2000人近くの成功者とこれから成功する、間違いないって言ってる人を合わせたの、ナポレオンヒルに何十年もかけて。で、あの人生の最後に書いた本がこれなの、ナポレオンヒルの、うん、悪魔を出し抜けね。ナポレオンヒル面白いよ。だからこの本ですごい有名になった人、うん、だからカーネギーの弟子だよ、簡単に言うと。だから若き日のトーマス・エジソンとかフォードとかもう会いまくってんの。だしあのナポレオンヒル財団にビル・ゲイツいるんじゃなかったかな。もうビジネスマンだったら絶対呼んでるぐらいの基礎教養だよ。もう結構買ってる人多いね。で、なんかリスナーさんの中で、あ、和道ってこの本読んだら和道が言ってる意味分かったわって、この人実践してるわって言ってくれて、すごい腑に落ちる部分がいっぱいあると思うよ。俺はこの本出会ってから起業しようと思ったのね。ライブハウス頑張ろうと思って。すごい参考になるよ。一番好きだったのはやっぱあのライト兄弟のエピソード好きだったね。あ、お兄ちゃん家にあった。そうそう、デール・カーネギーです。カーネギーの弟子です。そうです、そうです。自己啓発っていうかね、最初はうさんくせえなと思って。で、俺宗教とかもそうだけど、大っ嫌いなの、宗教とか。自己啓発とか。で、あのセミナーも行きまくったのよ俺。で論破するのが好きで、嫌な性格なのよ。で唯一その納得できたっつうか、あ、これすげえなって、逆にそのなんだろう、ミイラ取りがミイラになったみたいなのがこの本だったかな、うん、そういう感じ。だから俺はいつも叶わない夢はないと思ってんの。あの絶対できるっていうのを前提に動いてる。でこれ面白い話なんだけど、25歳の時に俺ここの日本の出版社に呼び出されたの、とあるご縁があって。でここの社長、キコ出版っていうところなんだけど、ここの社長に営業部長やんねえかってスカウトされんのよお前すげえなって、超読み込んでるなっつって、俺よりも詳しいわっつって、ここの権利を、版権を持ってる社長と会って、そこだよ、西新宿のタワーマンションの40何階なんだけど、お前さって面白いから営業部長やんないっつって、そう、キコ出版の社長にスカウトされたことあるんだよ俺。もうセミナールームとか自由に使えるから儲かるよっつって、200万の商材あるからやろうよって言われたよ、うん、あ、その時は鳥肌立ったよね、うん、マジかと思って、今でも覚えてるよ。キコ書房か。いやだから本当にすげえなと思ったよ。お前セミナーやれよっつって、お前売れるよっつって。すんごいよ、高層ビルのもうオフィス、ダーンって広くて。もともとね、その中国人華僑の女の人がいて、その人が地元ですげえ可愛がってくれて、ビジネスマンなんだけど、でその華僑の人がつないでくれたの、うん、200万すんのよ商材自体は。でもまあ俺は微妙と思って、
なんか音声を8倍速、16倍速とかでずっとこれを聞かされるだけなんだよ。それちげえなと思って。自己啓発セミナーは俺はやらないって決めてるね。で、なんでかっていうと、なんかね、俺の勝手なイメージなんだけど、おじいさんになったら浪士になりたいの。西新宿の浪士になりたくて。で、なんか、こう、なんだろう。こう、俺ね、結論から言うとね、自分から求めた人じゃないと変わらないっていう、あ、自分を変えるにはどうしたらいいですか？簡単です。変わればいいです。すごいシンプルでしょ。で、あ、じゃあ答えから言いますよ。ふわわさん。すごい、なんか、ふわわさんだけは、なんで心を読めんだろうっていうことを今からズバズバ言ってきますよ。まず、自分のことを好きになってください。まず、自分のことをまず好きになってください。それが大前提です。で、周りの目を気にしないでください。あなたは、あなたを愛すところから始まるんですよ。愛されたい人にならなかったら、まず自分を愛してあげてください。自分のこと嫌いにならないであげてください。これで多分伝わります。ありがとう、きなおさん。そのための手助けだったら僕はできます。あなたが人から好かれるために、あなたがまずあなたのことを愛さないと無理です。自己啓発に行くようなやつは変わらない。ああ、なるほどね。風船ありがとう。まあ、搾取されてるのも現実だからな。そういう現場いっぱい見てきたから、ボロンジの言うようなこともわかるけど。でもね、体感してない人が何かを言うっていうのは、俺はね、ちょっとフェイクなんじゃないかなって考えるかな。やっぱりね、現場で見てるとわかるよ。そう。で、なんだろうな。まあ、テクニカルな方法いくつかあるんだけど、些細なことから始めるのはどうしたらいいんだろうな。どうすれば愛されるのか。自分を愛すことだよね、まず。で、あ、ありがとう、花火ありがとう。自分を許してあげることだと思う。自分を許してあげるところから始めるのがいいと思うよ。自分を愛すには。自分を好きになってあげてください。ちょっと宗教的かもしれないけど、実は本当にそこに尽きるんですよ。あなた、自分のことが嫌いなのに他人から愛されるわけないじゃん。そう。よく言うんだけど、俺はコップで例えるのね。コップで。コップを書きましょうか。コップがあります。ね。このコップっていうのは自分の器だと思ってください。水が半分しか満たされてません。この水は何でしょう？幸福度です。あなたの気持ちです。あなたの収入と言ってもいいし、あなたの幸福度でもいい。ここに水が入ってます。この水をまず満たしてあげてって。じゃーって。わかる？水が半分しか入っていないのに、他人に分けたら自分が不幸になります。だから搾取されてるんじゃないかってなるのね。まずはここまで水をいっぱいにしましょう。そうするとどうなるかっていうと、溢れます。じゃあって、溢れるようになってからこの部分の水を他人にあげようって言ってる。わかる？水が半分しか入っていない状態で他人にあげちゃうと、自分の中が空っぽになってくの。まずは自分のことを満たしてあげて。水をいっぱい入れてあげて。で、溢れるようになったら、この部分を他人にあげればいいから。そしたら、人が寄ってくるよ。俺はね、この説明がね、一番いいと思ってる。
で、この説明をするときにね、一個覚えておいてほしいのが、今から水を入れます。皆さんの心の器の中に。俺はね、じゃあちょっと、話変わるけど、俺の器すごいんだよ。俺のね、人生の器これくらいしかないから。おちょこはどうだから。これくらいのスケールの小さい男だから、もういっぱい溢れてるから。だからみんなにこれあげるよ。もう溢れまくってるから、俺。おちょこはどうだから。大洪水だから。みんながすぐ水入れるからさ、もう溢れまくってるから、この部分みんなにあげますんで。OK、 受け取って。もうすごいんだから、器小さくて。すぐいっぱいになるから。OK。まあ、こんな話はいいか。ですね。でね、こんなね、禅の思想の中にはこんな考え方があります。今から水っていうのは幸せのメタファーだって今言ったでしょ。コップ逆さにする人がいるんですよ。ここに水入れたらどうなります？水は幸せとか情報とか考えとか。これ入らないでしょ、水が。要はね、さっきも言ったんだけど、聞く気がない人っていうのはこういう状態なの。受け入れるつもりがないの、鼻から。だから、いくら綺麗な水だとしても、コップを逆さにしてる人には意味がない。OK。これよく覚えといて。あくまでもコップが普通の状態じゃないと意味がないから。OK。まずこれ、逆さにした器。じゃあ他の例えにしてみようか。もう一つね。次の例え。コップがあるんだけど、穴が開いてる。割れてる器。ここに水注ぐとどうなる？割れてる器。こっから水出てくるでしょ。バーって。バーって ね。つまり、これ何なのかっていうと、どんなにいい教えだろうとも、ね、器を整えておかないと、ここ修理しないとダメだよね。穴埋めておかないと、ただ漏れていく。これを俺はメンヘラと呼んでるんですよ。まず穴埋めてあげようって。まずは新しいコップ買うか、もしくはこの穴を整えてあげないとねって。穴の開いた器、割れた器にいくら水を注いでも垂れ流していくだけでしょ。だから穴を埋めてあげようって。もう一つ、一番たち悪いの。いきますよ。一番たち悪いのはね、これですよ。コップがあります。普通のコップです。水を入れます。こうやってあるでしょ。水が注げる器なのに、ここにね、コップの縁にね、毒を持ってるやつがいるんですよ。これ毒の器っていう。わかる？これ水濁るでしょ。もう鼻から話を聞く気がなくて悪意のある、要は自分の先入観であったりとか、もうこれは鼻から嘘なんだ、正しい情報も綺麗な水も濁るでしょ。これを禅では三毒って言います。器を整えないと水は正しく入らないよって。まあこれはね、別の話だけど、ちょっと自己啓発は関係ないかもしれないけど、つながってる部分があると思うよ。でしょ。だからまず何かを受け入れる体制を整えるっていうことね。で、簡単です。もし僕が今から話すことが、みんながさ、こうコップを用意してるわけじゃん。ここに情報を入れますよ。ね。ここに情報を入れて水を入れるじゃん。こ
この水が間違ってたら捨てればいいよでしょ。ただそれだけでしょ。じゃあっつって捨てりゃいいんだよ、必要なくなったら。まず一回受け入れてみること、実践してみること。もしかしたらうまいかもしんないよ、この水は。捨てりゃいいんだから、使えねえっつって。俺はそういう風なもんだと思ってるけど、俺は楽しいところじゃないですよ、もう超幸せですよ僕は、はい、そうだな。あとどの辺を話していけばいいのかな、僕はもう最高に楽しいですね、はい。中学2年生の俺が俺のこと見たら、お、夢叶ってるなって言ってくれると思うよ。俺の中の自分の価値判断は中学2年生の自分を喜ばせるっていう。中学2年生の頃俺自分のことが大嫌いだったので、もう行きたくなくて死にたいっていうぐらいうつ病だったんだけど、まあ見せてあげたいかな、32歳の俺を。33かも。今のね、コップの例えは違うかな。だから消してる情報は本の内容とは違いますね。まあ本の内容っていうよりも、あの本の内容がベースになってるんだけど、もうこれは和道教だと思ってください極寒の森さん、俺のいろんな人生で33年間培ってきたエッセンスを詰め込んでる感じだと思って。そう、中学2年生の時の自分がワクワクするような生き方をしようって考えてるかな。中2の俺を満たすんだ、まあ、だから和道セミナーですよ、和道セミナー。うんとね、他人と過去は変えられないんだけど、自分を変えることができたなら、プリンシプルね、これはね発展系で、これね初心者のセミナーでは言うなって言われてるからあれなんだけど、まあ今日特別に。基本的には他人と過去は変えられない、自分と未来を変えられるんだけど、これを手に入れた時、いや本当に変わるんだ、自分と未来変えられるんだって言った時に、次の現象が起こります。これ、でもね、これはまだ早い、要はね、他人と過去は変えられないけど、自分と未来を変えてきた人は他人に影響を与えることができるの。これさ、金梅さんとかもそうでしょ、これ世の中の全員そうなのよ。アーリーアドプターっていう存在って、この人はアーリーアドプターって言うんだけど、そう。でもこれは忘れて、まず自分のことを変えられないと他人に影響なんて与えられないから。これさっき言ったさ、春さんが言ったおこがましい上司なのよ。いや、リーダーっていうのは背中で見せるもんだから、これは忘れてください。そう、自分が変わると世界が変わる、そう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 、心が変わればっていう有名なね引用だね。他人はコントロールできるっていうのはダメです、はい。それは洗脳だから、それは技法として覚えちゃダメ。他人をコントロールできるっていう考え方は捨てないとダメ。あくまで与えられるのは影響、いい影響も悪い影響も、力の強い人は影響下に及ぼしちゃうから。自分が変わった時に気づくよね、やっぱ。恋愛に関しての相談はもうこれ徹底的に他人を自分に向けようっていう風な無理だっていう風に覚えておいた方がいいよ。だからね、恋愛相談を受けるときに俺が言うのはね、簡単、俺本当に、俺ニコ生の時こういう枠やってた時に、3ヶ月後彼女ができたっつって、童貞がもうすごかったんだよ。和道のおかげで本当に彼女できたよって、
すげえよ、ワドっつって、もうみんなで小さい仮想枠だったけど大喜びだよ。すげえっつって。3ヶ月後本当にできたの。生まれてずっと年齢が童貞なの。でも絶対俺はモテないって言ってたの。騙されたと思ってやってみろって。もうどうせこのまま生きても童貞だろうっつったら、そうだよっつって切れてて、じゃあ俺が人生変えてやるっつって、本当にできたっつって、本当に喜ばれたよ。本当に本当に。いや、マジだと。で、それで言ったのは簡単。お前さ、って、童貞だろって、そうだよって、おっさんなんだけど、童貞だよっつって、悪いかっつって、いや、悪くないって、本気で考えてるって、告白したこと一回もないだろうっつったら、なんで分かったっていうの。面白いでしょ？行動しないから童貞なんだよって。俺告白したことないって。分かったと。惚れたら好きだって言えって。付き合ってくださいって言うなって。少しでも好きだ、好きだと感じたら、あなたのことが好きだって言ってみろって。分かったって。会う女に好きだ好きだって言いまくったの、そいつ。そしたら彼女できた。私も好きって。人生変わったんだよ。 面白いだろ。もう童貞だから惚れっぽいから、もう会う女に君素敵だねって、可愛いねって、君のこと好きだわって言うようになったの。嘘だと思って、もうちょっとでも惚れたら好きだって言えって。自分、いや、どうなんていいじゃん。本人だって、彼女はその人のこと好きで付き合ったんだから、分かってんだよ。行動しないからなんだよ。そう。でもそいつは俺のこと信じてくれたの。お前騙されたと思ってやってみろよっつって。いや、数打ち当たるんだよ。そんなもんなんだよ。振られたことない人間なんかいないよ。みんな振られたことあるでしょ？みんな振られたことあるんだよ。そう。要は失敗を怖がってるやつに成功なんかないんだよ。失敗の先に成功があるの。失敗なんて当たり前だから。数打ち当たるんだよ。どんだけ失敗するかだよ。いいじゃん。そいつは今でも幸せなのかどうか分かんないけど、俺は一人の童貞のおっさんを救ったんだよ。そうだよ。失恋は勲章だから。でもここは付き合ってくださいとか、俺のこと好きとか、そういう奥手な感じじゃなくて、自分の気持ちを伝えるっていうのがミソの。僕はあなたのことが好きだって。振られたことしかない。 それはどうも。いやいや、人生大事だよ。でもその時に言ったのが、メールとか掲示板とかコメントとか使うなよっつったの。ネット民だから直接目と目で言って、本気で言えって言った。そんなの相手にされねえだろうって。だから目で見て君は素敵だって言えって、思ったことを言えって。ありがとう、芋大学さん。アイテムありがとう。でもね、これはね、結構難しいことだし、勇気がいることなんだよ。で、客観的に見せるっていうのもやったね。あと、告白したことない男がさ、って、彼女できると思うっつったら、できねえなって。要は本人は気づいてないのよ、自分のこと。だから導いてあげるのね。要は他人の手、第三者話法っていうんだけど、もう自分が言われてると思うとイライラしてくるじゃん。だから例えばこういう人がいた時にっていう想定をしてあげるの。客観的に自分を見せてあげるの。それは彼女できねえなって。じゃあなんかね、どういうやつがモテると思うとか、もう他人の目線で見せる。そうすると気づくんだよ。あ、俺じゃんって。伝わらないよ。そう、客観的に見せてあげるの。例えばねって言いながら、実は本人のことを遠回し言うと、あれって、本人が勝手に気づいてくの。俺こうした方がいいなって、本人が腑に落ちたら行動するのよ。だから教え込んでもダメなの。お前ダメなんだよ、童貞この野郎とか、告白しなきゃダメだよ、動かない人は。人が動く時っていうのは必ず、本人が腑に落ちた時の、本人が気づいた時に行動が始まる。これはプレゼンテーションの基本ね。プレゼンテーションっていうのはプレゼンスとアクションから来てるの。で、プレゼンスっていうのは存在って意味なの。アクションっていうのは行動。つまり行動変容って意味なのね。プレゼンテーション。聞き手を動かすかどうか。
そう。ただライバルが強すぎる場合、どうしても諦めてしまいます、でも自分が変わればその人気者は諦めてしまっても数じゃ当たるで、いつかは変われた自分ならヒットしますかね。ライバルが強すぎるっていうよりも、あのね、リーダーって言われてる人は結局これを使えてる人なの。だから人がガンガン集まってくの。あのね、その人についていくっていうフォローっていう仕方もあるのね。あのね、要はね、あの思いの強いやつ、行動が強いやつ、キャリアが積んでるやつには勝てません。離れるか、もしくは、フォローするか、どっちかだね。そうそう、本人が気づかないと本人は行動できないから。だから相手の目線に寄り添ってあげるんだよ。あと、その他人と比べないっていうこと。自己成長をどれだけ気にするか。要はね、いつも言うのが、他人と比べると優越感に浸るか、劣等感になるかっていう二つしかないの。で、俺はこの考え方嫌いなの。自分がどれだけ成長したかを考えようって言ってんの。今の自分のポジションからどれだけ前に進めたのか。俺の自分の言葉では、上も下を向いてもキリがないと。前向けっていうの。要は自分のゴールを決めてそこにだけ向かいなさいと。周りと比べても金持ちなんか腐るほどいるから、で貧乏人も腐るほどいるから、優越感と劣等感はいらないって言ってる。何にも、ただ立ち止まってふーんって言ってるだけだから。私ダメだとか、この人すごいって言っても何にも生まれない。自分のゴールを決めて自分のゴールに向かうだけ。愛はどっち？他人と比べないってことね。比べるなら今の自分、まあまあ過去の自分、まあ過去の自分すらも変えられないから意味ないって言ってるね。今の自分を変えて未来を変えるっていうのは、今の自分をどう生きるのかを変えるだけ。そう、上も下も見るな、前を見ろっていうのは自分の言葉、うん、意味ねえ。だってさ、生まれ持った瞬間、男なのか女なのか、金持ちなのか貧乏なのか、ブサイクなのか可愛いのか、イケメンなのかブサイクなのか、高身長なのか低身長なのか、おっぱいでかいのか乳首でかいのか小さいのかの、全部違うんだもん。他人と比べても意味ないでしょ。俺が木村拓哉よりブサイクだわっつっても意味ないでしょ。そりゃそうだろうってなるでしょ。あれ、永瀬くんの方がイケメンじゃんって言っても、そりゃそうだろうってなるでしょ。ライバルっていうよりも、自分を磨くかどうかにコミットした方がいい。ふわまるは、ふわまるにしかできないことがある。ふわまるじゃないとできないことがある。ふわまるだからこそ美しいものがあるっていうことに気づいて、他人と比べても意味ない。ふわまるにしかできないこと、ふわまるだからこそできることがある。そこにコミットしよう。ライバルなんかいない。なんでかっていうと、ライバル作っちゃうと結局勝った負けたの小さいレースになるのよ。そう、ふわまるにしかできないもん、ふわまるにしか表現できないものって必ずあるから、うん、そう。だからね、このね、他人と過去は変えられないっていう言葉よりも、この自分と未来は変えられるだけ覚えた方がいい。これセットになってるから、これ消そうか。これ消しますね。自分と未来は変えられるを徹底して覚えればいいよ。消しましょう。もう自分と未来は変えられる、自分と未来は変えられる、何かあったら唱えてればいいよ。これ他人と過去変えられないっていうことイコールだから。要はね、多分ね、いるんだよ、なんか。俺の予想だけど、好きな男の、好きな男の話なんだよ。俺こういうの洞察力あるから。好きな男がなびいてる女がいるんだよ。当たりだろ。自分と未来は変えられる。そう。ねえ、まあそれが本当に男だったらっていう話だけど、私みたいな素敵な女振るような男だったらろくでもないわぐらいに思ってればいいんだよ。あら、見る目ないわねっつって。で、ネガティブなことはリフレインしないことね。ネガティブ、あのね、これは、自己啓発とちょっと違うかもしれないけど、俺の大先輩が言ったことね。現代社会で生きる上で、ネガティブな感情はいらないって言ってた。
こと日本においては。ネガティブな感情をなんで人類は持ったのかっていうと、動物の本能で、生命の危険に及んだ時に自己防衛本能の。バカ5個ありがとう。要は命の危険とかさらされた時に発火する本能なのね。今の日本で飢餓になることないでしょ。餓死することないでしょ。人に殺されるなんてよっぽどの確率だよ。他殺の確率と飛行機が落ちる確率とか調べた方がいいよ。ポジティブに生きた方が得るもの大きいから。ネガティブシンキングはいらない。日本で生きていくなら。うん。俺はよく母親から言われたよ。口先から。でも俺は行動してる方だと思うよ。口は達者だけれども、俺は行動の人だと思ってる自分で。誰よりも行動してきたつもりだよ。口だけだと結果出ないの分かってるから。意外と行動力あんだよ俺。アホになっていいんだよボロンジ。素晴らしい。すごいことを言った。そうなの、アホでいいんだよ。要はね、これね、ディズニーランドで例えるよ。じゃあ俺とのんちゃんのコントね。ファドさん、ディズニーランドだ、楽しいね、ミッキーがいるよ、ミッキーがいるよ。のんちゃん、あそこにいるミッキー小さいおっさんだから。あそこで写真撮ってる女子高生バカだろ。そうだね、和道さん。あれミッキーじゃないね。小さいおじさんが入ってるんだね。買い物行こう。買い物行こう、和道さん。いいや、ミッキーいいや、買い物行こう。わー、綺麗。のりこ、あれ宝石に見えるだろ。あれな、プラスチックだから。原価率考えたらとんでもねえぞ。ここ、都内だよ。すげえ。家賃高いんだよ。ましてやね、和道さん、そうなんだ、宝石じゃないんだ。いいや、シンデレラ城行こうって。これが頭のいいやつだよ。嫌でしょ。つまりアホになった方が幸せになることってあるんだよ。でしょ。バカの方がアホの方が人生楽しいんだよ。5000円払ってこんなの嫌でしょ。楽しくないでしょ。うわーミッキーだーとかさ、うわーシンデレラ城だーとか、ご飯美味しいねって。それでいいんだよ。アホでいいの。アホの方が幸せだよ。だから頭がいいイコール幸せではないよ。お金持ってるイコール幸せではないよ。アホでいいんだよ。やめとけってね、なるでしょ。いるでしょ、そういうやつ。揚げたてさんを口説こうとした D、元ポンいらっしゃい。揚げたてさんっていう配信者をコメントで必死に口説こうとしてた元ポンいらっしゃい。いいんだよ、アホになるっていうことも大事なことだよ。だから子供の頃でいる？生まれたてのさ、3歳の子供でさ、母ちゃん鬱だわ、全然楽しくねえわ俺って見たことある？いやー、将来のこと考えると、日本の政治とか考えるともうやってけねえよ母ちゃんって。嫌じゃない？3歳とか幼稚園行った時に、いやー今日さー、ひまわり組の何々くんがさ、こんなこと言ったんだよ、嫌じゃない？あいつ行動力ねえんだよなみたいな。嫌でしょ、かっこ悪いだろそんな。嫌だわそんなことも。ポジティブでいいんだよ。嫌なことを頭に入れると嫌なことが目につくようになるの。さっきも言ったけど、引き寄せの法則とか、思考は現実化するって、思ったこと、願いが叶うよっていう解釈はやめてほしいの。悪いことも現実化するの。つまり、嫌なことあるぞ、嫌なことあったぞって考えてると、他の嫌なことが目につくから、嫌なことだらけになってくの。わかる？こういう経験あると思うの。みんなも。だからイライラしてる時って、イライラがどんどん募っていくことない？ああもう部下が言うこと聞かない、なんでなのつって、ああ取引ミスった、なんでなのって、どんどん積み重なることってあるでしょ。そう、初見さんいらっしゃい、あるでしょ。だから一回冷静になるっていうのは大事かもしれない。そう、
だから悪いことも引き寄せるっていう。揚げたてさんというふわっちの女性配信者をコメントで口説こうとした元ボンさん、おはようございます。どうも。だからさっきも言ったんだけど、嬉しい、楽しい、気持ちいい、かっこいい、誇らしいっていうのを一回考える。一回整える。行動に移せないんですけど、どうしたらいいですかね。素晴らしい、いい質問が来たね。なぜ行動ができないのか、ズバリ言いますよ。なぜ行動ができないのか、いきます。腑に落ちてないからでしょ。そう思いません？どうすか、なんかやらなきゃって思っても行動しない時って腑に落ちてないからなんですよ。そうじゃない、芋大学さんでしょ。違う、これない、どう、芋大学さんどう、そういうこと、納得してないとかあるでしょ。行動すべきじゃないんだよ、そういう時は。そう、行動する時って考えてない時だから、当たり前な時。なんでおしっこしたい時にトイレ行くのって質問しないでしょ。そこにトイレがあるからでしょ。だから反射まで落とし込むっていうか、当たり前まで落とし込んだらいい。だからさっきも言ったけど、未来の自分を現在肯定形で考える。俺は例えばなんだろう、こういう人間になりたいんだから、こうするのが当たり前っていう考え方になる。落とし所見つけて生きてるわけじゃないよ、無意識に生きてるよ、考えてないよ。あのね、一郎の作文紹介していいですか。一郎の作文って知ってる、みんな読んだことある、あの鈴木一郎の作文。ちょ、紹介しましょうか。読んだことある、みんな、ない、一郎の作文紹介していいですか。もう自己啓発でよくなるんだ。これ一郎の作文ね。読み上げます。僕の夢は一流のプロ野球選手になることです。そのためには中学高校と全国大会に出て活躍しなければなりません。活躍できるようになるためには練習が必要です。僕は3歳の時から練習を始めてます。3歳から7歳までは半年ぐらいやってましたが、3年生の時から今までは365日中360日は激しい練習をやってます。だから1週間中で友達と遊べる時間は5、6時間です。そんなに練習をやっているのだから必ずプロ野球の選手になれると思います。現在肯定現象。そしてその球団は中日ドラゴンズか西武ライオンズです。もう決めてるでしょ。ドラフト入団での契約金は1億以上が目標です。僕が自信があるのは投手か打撃です。去年の夏、僕たちは全国大会に行きました。そしてほとんどの選手を見てきましたが、自分が大会ナンバーワンである選手と確信でき、打撃では県大会、4試合のうちホームランを2本打ちました。そして全国を通じて、打率は5割、すげえな、5割8分3厘でした。化け物。このように自分でも納得のいく成績でした。そして僕たちは1年間負け知らずで野球ができました。だからこの調子でこれからも頑張ります。
そして僕が一流の選手になって試合に出れるようになったら、お世話になった人に招待券を配って応援してもらうのも夢の一つです。とにかく一番大きな夢は野球選手になることです。小学6年生ですね。わかる？わかる？つながるでしょ？えぐいでしょ？これはなるわっていうね。だからその心もちゃんと鍛えてるんだよ。心も鍛えてる、僕のところではキチガイコメントしか書かないけど、可愛い女の人をコメントで口説こうとする。特に揚げたてさんに熱烈なコメントを打って、お付き合いしたいなーなんて照れながらコメントを打ってる、HD& 元ポンさん、コメントありがとうございます。だからチチローだっけ、パパローだっけ、なんだこのガキってなるぞ。だから俺はよく言うんだけど、ケイスケ本田が笑い物にされてるけれども、 AC ミランで10番張れる日本人以外、ケイスケ本田を叩く資格がないって俺は言ってる。そう思いません？ケイスケ本田よりもすごくないやつがケイスケ本田を笑い物にするのが日本の考え方なんだよ。そう思わない？ケイスケ本田よりすごくないやつがケイスケ本田を叩いてるんだよ。まあまあすごいよね。でもイチローは野球選手になるっていうゴールしかないわけじゃん。だから友達とも1週間で5、6時間しか遊べないって。要はこれスティーブ・ジョブズの言葉なんだけど、決めることと立つこと、決断っていうのはみんな決めることはできると、でも立つことができないっていう。これ禅の言葉で、決断とは決めることと立つことって教わるんだけど、スティーブ・ジョブズはこう言ってた。一つのことにイエスっていうことは、千のことにノーっていうのとイコールだっていう。だからジョブズは一個のことを決めたら、他の千個のことにノーって言わないと、断ることも必要なんだっていう。要は自分のやりたいことを優先するわけだから。俺だからそれ今でもあれしてて、もう本当に申し訳なくて、本当にあれだなと思ってるけど、カズさんによくしてもらってて、東洋太平洋チャンプだよ。カズさんに俺、ワド君また今度飲もうねって。ワド君楽しいからお酒飲もうって。毎週飲もうって誘われたの。俺本当におこがましいと思って、カズさんには申し訳ないと思ったけど、僕はお酒飲みません。ごめんなさいって断ったよ。もしお食事でしたら、ぜひカズさんとお食事させていただきたいって。本当に苦しいけど、俺やってるよ。東洋太平洋チャンプ世界7位だよ。でも、配信を優先するって決めてるから。お酒は、半年に1回とか特別な時にしか飲まないっていう。じゃないと先がないっていう。いや、だから本当、なんかこう、あれだなとか思って。でもさ、あれじゃん、自分の人生を決めるのは自分じゃん。だから本当にありがたいと思ったし、本当に嬉しいと思ったんだけど、本田両腕の時計かっこいいじゃん。まあ揚げたてさんかわいいよな、元ポンな。わかるよ。なんだよ、素直になれんじゃん。元ポン、揚げたてさんはかわいいよ。俺も一緒の気持ちだよ。そうやってコメント書いてくれよ。かわいいとこあんじゃねえかよ。揚げたてさんかわいいよな。素直になれんじゃねえかよ。かわいいよ揚げたてさん。これからもっと伸びると思うよ。かわいいとこあんじゃんな、元ポンな。揚げたてさんかわいいよ。そう、決めることは断ることとイコールって。和道もコメント打てばいいじゃん。いいんだよ、いいんだよ。揚げたてさんはね、伸びると思うよ。前から、あ、この人伸びるだろうなって。速報、元ポン素直になるって。かわいいじゃんね。揚げたてさん可愛いんだよなって本音じゃん。やっぱ本音は伝わるよ。本音は響くよ。そうそう、メガネの人で料理配信とかやってるんだけど、素直はいいことよ。本音は響くんだよ。揚げたてさんっていう人、伸びると思うよ。クリーン配信者だよ。
いい配信やってるよ。元ポン頑張れって。いいじゃん、ファンができたよ、ほら元ポン。元ポン頑張れって。そう、やっぱ本音は響くんだよ。揚げたつさんはね、すごく雑談、まあ最近始めた人なのか分かんないけど、俺今後伸びると思うよ。着々とファンつけていくと思う。なんか変なエロ釣り枠とかやんなくて、うん、そうそう、株式会社あげたてって人、そう、その人、その人、うん、料理配信とかやってる人だね。まあいいや、うん、まあ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 、だからそのイチローっていう男が、イチローはだから自分がメジャーリーグ行くのを知ってたんだよ、イチローだけは、イチローだけは自分の未来を知ってた、未来の自分を作ってたっていうのがよくわかるでしょ。小学6年生できんだから俺らにもできるよ。でここで私には無理だっつったら、この中で見てる130人で私には無理だよって言ったら、もうそれが具現化するから、絶対そうだから、もう無理よって。それはまあじゃあ本の引用をするなら、思考は現実化するに書いてある、言い訳をする、52の有名な言い訳、54の有名な言い訳っていうのがある。言い訳の言葉、この言葉は使っちゃダメだよっていうのはあんのよ。この言葉を使う人は絶対うまくいかないっていう。この言葉は使うなっていう。まあ多分ね、みんなも思い当たるよ。ああこういう人いるって、うまくいかない人みんな使ってるって。読み上げていいですか。これは自分が使ってたら気をつけないとなってよく思う言葉があるの。読み上げていいですか。知りたい。はい、じゃあ行きましょう。行きますよ。 OK ですか。はい、仕事頑張って。54の有名な言い訳、行きますよ。言い訳をする人の特徴です。もし女房子供がいなかったら、もし私にコネがあったら、もし自分にお金さえあったら、もし自分がいい学校に出てたら、もし僕に仕事があったら、もし体さえ丈夫だったら、もし時間さえあったら、もしタイミングが良かったら、もし私のことをよく知ってもらえたら、もし事態がいくらか違ってたら、もし人生をもう一度やり直せたら、もし世間の噂を気にしなければ、もし私が運に恵まれていたら、もし今何かの偶然が起きたら、もし他人から目の敵にされなければ、もし引き止められさえしなかったら、これはよく聞くね、もし私がもう少し若かったら、もし私が望んだ通りにやっていたら、もし私が金持ちの家に生まれてたら、もし私がマシな人間と知り合っていたら、もし私に人並みの能力があったら、もし私が奥手でなくて自己主張ができる人間だったら、もしあの時の機会をうまく利用できてたら、もし人々が私に気に障ることをしなければ、もし家庭や子供の面倒を見る必要がなかったら、もし私に貯金がいくらでもあったら、もし上司が私のことを正しく理解してくれたら、もし誰かが私を助けてさえくれたら、もし自分の家族が私を理解してくれたら、もし私が東京に住んでたら、もしあの時初めてさえいれば、もし私が自由の身だったら、もし私にあの人たちみたいな個性があったら、もし私が太っていなかったら、もし私の才能が知ってさえもらえたら、もし休息を取ることができたなら、もし借金さえしなければ、もし失敗さえしなければ、もし私がやり方さえ知っていたら、もし私の周りの人が誰も反対しなければ、もし
そんなに多くの心配事さえなかったら、もし、もっといい人と結婚してれば、もし、人々がこれほどバカでなかったら、もし、私の家族がもう少し節約していてくれたら、もし、私が自信に満ち、噛んじゃった。もし、私に自信に満ち溢れていたら、もし、私が月に見放されてなかったら、もし、悪い星のもとに私が生まれてなかったら、もし、なせばなるというのが噂でなければ、もし、苦労せずに済んだなら、もし、あの時損をしてなかったら、もし、近所の人がいい人だったら、もし、私に過去がなかったら、もし、これが私だけの会社だったら、もし、私の話を聞いてくれさえ、人が私の話さえ聞いてくれたら、絶対うまくいきません。絶対うまくいきません。私忙しいの、時間がないの、会社の上司がダメなの、学歴がないの、お金がないの、借金があるの。でしょ？全部当てはまるでしょ？ガツンとくるでしょ？借金あってもうまくいく人はうまくいく。低学歴でもうまくいく人はうまくいく。奥さんがいても子供がいてもうまくいく人はうまくいく。でしょ？もし和藤さんが噛まなかったらって、お前うまいか、お前。 うるせえわ。ネガティブになるでしょ？そう。でしょ？ネガティブでしょ。つまり他人のせいにすることと過去のせいにしてるんだよ、これ全部。他人のせいにすること過去に。そう。もし和道さんが歌わなかったら、うるせえよ、20人聞いてくれんだよ。だから過去のことを変えようっていうことと、他人のことを変えようっていうのは不可能だっていうことが分かるでしょ。要は旦那がとか子供がとか嫁がとかさ、昔がとか言っても意味ないのよ。変えられるのは今と未来だよ、自分だよ。もうそこだけを考えてればいい。自分をどうするのか、未来をどう作っていくのか、今をどう生きるのか。そういうことよ。だからこれを考えても何も事態は好転しない。要はこれは今の自分を肯定する言葉なのね。腑に落ちる意見言ってくれる人が周りにいなかったら、自分、他人は、これね、よく覚えておいた方がいい。夢を持った時に他人は絶対否定します。あなたが目標を持った時、変わろうとした時、他人は強く否定します。これはもう絶対なんです。だから、本当は、自分の夢とか目標ができた時には、最初の頃は言わない方がいい。他人に。本当は言えた方がいいんだけど、絶対反発が来るから。なんでかっていうと、生命の本質は現状維持を肯定するの。要は変わらないっていうことが素晴らしいっていうふうに本能が考えてるんです。だから、自分の夢とかは、自分が確信に変わるまで、取っておいた方がいいと思う。俺は鍛えてるから言えるけど、言わなくていい。絶対にドリームキラーになるから。最初はね、要は他人に言えるようになるところまで落とし込むんだけど、最初は絶対心くじけるから。だから心に秘めてればいい。それがだんだん実績を積んだり行動していくうちに自信に変わるから。で、最終的には人に言えるようになるし、そういう達成する人間が周りにつくようになる。自分が居心地が悪くなるから、愚痴を言う人、他人の夢を壊す人と一緒にいられなくなる。親ですら。大体さ、親っていうのは絶対に間違ったこと言うの。なんでか教えてあげようか。30年前の価値観を言うから。30年前のスタンダードは絶対に今のスタンダードにはならないの。でしょ？お年寄りの言うこと聞いてごらん。新聞社に勤めろとか言うよ。でしょ？まあ別に新聞社に勤めてもいいんだろうけど。
本当は言った方がいい。アファーメーションって言うんだけど。でも最初は言わなくていいって俺は教えてる。行動をしていくうちに自信がついてくるから、変わるから。そのタイミングで言えばいい。なんか質問が来たら。俺は、最初から公言するコミットって言うんだけど、コミットとかアファーメーションって言うんだけど、自分で言うタイプなんだけど、まあ、俺の敵が多いでしょ。何やるっつっても反発がすごいでしょ。だから普通の人の精神じゃ持たないよ。アファーメーション。アファーメーションね。アファーメーションっていう専用の本が売ってるぐらい、専門的な技術だよ。ここにもアファーメーションのやり方書いてあるよ。ちょっと宗教臭くなるから教えてないんだけど、まあ興味があったら、買えばいいと思ってるから。例えばそう、こういう風にテキストになってるのね。こういうテキストになってるんだけど、例えばこう、願望実現のための6箇条。1、あなたが実現したいと思う願望をはっきりとさせること。単にお金がたくさん欲しいなどというような願望設定は全く無意味ですと。2、実現したいと望むものを得るために、あなたはその代わりに何を差し出すのか決めること。深いでしょ。あなたが欲しいもの、望んだものを得るために、あなたは何を代わりに差し出すのか決めてください。この世界は代償としない報酬など存在しませんって書いてある。3、あなたが実現したいと思っている願望を取得する最終期限を決めてください。要はいつまでにこれを達成するのか決めてください。4、願望実現のために、詳細な計画を立ててください。そしてまだその準備が できてないとしても迷わずに行動を移してください。要は計画を立てると。5、実現したい、具体的な願望、そのための代償、最終期限、そして、詳細な計画、以上の4点を紙に詳しく書いてください。6、紙に書いたこの宣言を1日2回、起きた時と寝る直前、なるべく大きな声で読み上げてください。この時あなたはもうすでに願望を実現したものと考えて、そう自分に信じ込ませてください。これがアファーメーション。そう。でもこういう具体的なことっていうのは、興味持ってくれた人は買うから。あ、面白そうって、あ、これまともだわって言って気づいた人は買うから。俺はあくまでこういうものを興味を持ってもらえば勝ちだと思ってんの、興味なかったら買わないから。斉藤ひとりさんも読んでる。絶対読んでる。億万長者になりたいんじゃなくて、俺は億万長者になるのが当たり前だと思ってるから。Think and grow rich。Think and grow rich。Think and grow rich。思考は現実化するって本です。要はね、この本の解説をやってくれって言われて、この枠開いたの。で、今、リスナーさんで4人ぐらい買ってて、この本めちゃめちゃ面白いわとか、まだ読んでないわとか、いろいろあって。そう、俺がそのなんだろう、人生であの世に持ってく一冊、なんか一冊あげろって言われたら確実にこれを選ぶね。思考は現実化する。 Think and Grow Rich、 世界で7000万部売れてるよ。これこれ Think and Grow Rich、 思考は現実化するって本。これね、 Kindle だとタダで手に入るよ。 Kindle 持ってる人、 Kindle 版0円主治医の先生の診断が完全に腑に落ちないそんなこと言われてもな。アクションマニュアルっていうのは今読み上げたことね。要はこういうことを実践してくださいって、騙されたのと思って。だから実を言うと、この本って半年間のマニュアルの、半年間でこれが読み終わるように作られてんの。だから半年後あなたは何か変わるはずですよっていう。何かを実現するには、下積みを積んでからじゃない、行動が全てだっていうことを教えてるんだけど、なぜ行動を起こさないかいけないのかっていうのを腑に落ちるまでこの分厚さで説明してる。
ちなみにこの分厚さでこの分量なんだけど、すごい文字が入ってるんだけど、これ携帯版で薄い本なの。本当はもっと太い本なの。星の王子様いいね。素敵だね。これすごくいい本ですよ。例えば好きな話、じゃあ読み上げていいですか。好きな話いいっすか。ちょっと引用しますね。その男は、失敗をきっちりと捨て忘れ去っていた。だからその男の成功は奇跡でもまぐれでもなかった。これはどんな人間にも許される特権である。大統領になった男は、その特権を活用しただけのことだった。もしその特権を活用していなかったら、歴史に残る偉業は成し遂げることができなかったであろう。もうお分かりだろう。第3章でも紹介したが、彼の名は、エイブラハム・リンカーンである。人間は人生の中に大いなるプランを全て見通すことはできない。しかし、悲しみや失敗や挫折が起こるために、それはやがて来たるべき、そして豊かで素晴らしい経験へと鍛え直され、強化されるのだと考えればいい。あ、ごめん、ここじゃない。ちょっと待って。みんながびっくりするエピソードあるよ。ちょっと待ってね。エブラハム・リンカーンのエピソードなんだけど、ちょっと待ってね。あ、この言葉もいいよ。これは歌ね。負けると思ったらあなたは負ける。負けてなるものかと思えば負けない。勝ちたいと思っても勝てないのではないかと思ったらあなたは勝てない。負けるのじゃないかなと思ったらあなたはもう負けてる。というのも、成功は人の考えから始まるからだ。すべてはあなたの心の状態によって決まるのだ。自信がなければあなたは負ける。上に上り詰めるためには高揚した精神が必要だ。何かに勝つためには自信が必要だ。人生の戦いに勝つのは、必ずしも最も強くて最もすばしっこい人ではない。最終的に勝利を収めるのは、私はできると思っている人なんだ。とか。もしは思考は現実化するだよ。書いてあるよ。書いてあるよ。エブラハム・リンカーンのエピソードをちょっと引用しますね。いくよ。心の中には積み出して開花さえできれば、あなたがこれまでに夢ですら見たこともないような成功を実現させる種が潜んでいる。優れた音楽家がバイオリンの弦から素晴らしい音楽を奏でるように、あなたにも頭脳の中で眠っている才能が引き出すことができれば、どのような目標も願望も実現することができる。エイブラハム・リンカーンは何をやっても失敗ばかりしていた。ちなみに、エブラハム・リンカーンってわかるよね？アメリカの大統領で、名前聞いたことあります？リンカーン大統領って聞いたことある？あったら手を挙げて。エイブラハム・リンカーンは何をやっても失敗ばかりでした。40歳をはるかに過ぎるまでずっとそうでした。失敗に次ぐ失敗で、誰からも見向きもされないような人間でした。このような彼がある時素晴らしい体験をしました。その体験が彼の心と頭脳の中から素晴らしい才能を引き出し、世界に貢献できるような人類を生み出した。その体験とは、愛と悲しみとの2つの感情から生まれました。彼が心から愛した唯一の女性の名前はアン・ラトリッジです。愛情というのは信念によく似た心の状態である。したがって、愛も信念と同様、思考を実体のあるものに転換するのに大いに役立ちます。私は成功した人々をたくさん調査しましたが、調査しているうちに分かったことは、大成功を収めた人々の陰には、大抵の場合、愛する人の存在があるということだった。いきますよ。あなたが信念という力の証拠が欲しいのであれば、それを実際に活用した男女を調査してみるといいでしょう。もし奇跡という、あれ？ごめん、ちょっと待って。これじゃない。エブラハム・リンカーンの人生がめちゃめちゃすごいんだけど、ちょっと待ってね。ごめん、ちょっと待ってね。もうとんでもないのよ。どれだけ不幸なのかっていうのがすごいの。もうね、自己破産何回もやってる、会社の倒産すごい、愛する人を失ってるとか、もうとんでもない、なんかね、超不幸なの。ごめんごめん、ここじゃなかった。ごめんね。
第3章。あれ、どこだったっけな。ちょっと待って、エイブラハム・リンカーンの人生めちゃめちゃすごいんだよ。ごめんね。ごめんごめん。ちょっと待ってね、どこだったかな。すごいよ。こんなに失敗する男いるのかっていう。こんなに失敗繰り返す男いるのかっていうぐらい。携帯版よりも俺は本ちゃんの方を買ってもらいたい。あ、本当に？あ、大丈夫だよ、アモちゃん。大丈夫、大丈夫。まあね、ちょっと待ってね、ごめんね。すごいいい話が載ってるんだけど、この人ってトーマス・エジソンとかフォードとか、すごい取材してんのよ。2000人ぐらい成功した人間。失敗はお金も関係あるけど、具体的には、富を追いなさいって書いてる。お金じゃなくて富。富っていうのはお金の上位概念で、精神的な幸福とか、まあ恋人とか全部を含んで幸せをもたらすものを富って呼んでて、その中にお金も含まれてますが、お金をかけたらダメですよっていう、お金は幸せの一個の小さな要因でしかないから、お金もついでに手に入れましょうっていう。お金だけで不幸になったケースとかもいっぱいある。金持ちイコール幸せじゃないよっていう。富を追おうって書いてあるね。あれ？ちょっと待ってね。リンカーンのエピソードとか、もう一回ちょっと探しておくわ。ごめんごめん。あれ、どこだっけ？あ、これ携帯版だから外されてんのかもしんない。ごめん、これ携帯版だから俺の覚えてるエピソードが抜けてるんだ。やっとわかった。今の続きがあんのよ。で、すんごいとんでもない不幸なエピソードの後に、奥さんを亡くして人生のどん底になった時に大統領になるって決意をすんの。そのエピソード抜けてる、携帯版。うん、そう。ごめんごめん。いや、ようやく意味が分かった。携帯版の方は省かれてる。自殺してしまうお金持ちも全然いるよ。うん、切られちゃってるね。もったいないね。だからよく言うのが、思考は現実化するなんて嘘だって言うけど、俺はね、一個の例を最初にね、セミナーとかの冒頭で言ってた。じゃあみんなに質問ね。部屋の中を見渡してみて、部屋の中でこう、バーって見てみてくれる？みんな。自分の部屋の中。今みんな自分の家とか部屋にいると思うから、まあ自分のこう、部屋の中のものを見てみて。いくよ。過去自分が手に入れたいと思ったものしか手に入ってないでしょ。違う？みんなの部屋の中にあるものって、みんなが子供の頃なのか2年前なのかわからないけど、欲しいと望んだものでしょ。そう。違います？で、もし違うものがあったとしたら、捨てられるんですよ。この部屋から消えるんですよ。だから実は本当に思考は先に絶対手に入ってるんだよ。大なり小なり。で、8割方そうだとしたら残り2割っていうのはなくなるものですよ。ゴミになるの。そう。だからどんなに大きいことでも、物質であってもお金であっても手に入るの。そう。こんなはずじゃなかったとかないでしょ。あんまり。まあ、人からもらったものってあると思うけど、
だから、そうそう、脳内現象の具現化なんだよ。いらないものばっかりだった。あ、いらないものかどうかじゃないの。過去の自分が手に入れようと思ったものだと思うの。違う？過去の自分が欲しいと思ったものでしょっていう。今いらないものかどうかは別ね。だから手に入るんだよ。だからもし何かを、まあさっきのね、テキストに書いてあったけど、何かを手に入れるときに何を差し出すのかだよね。でもあるものは欲しくて手に入れた。すべて捨てられる。素晴らしいね。俺ね、ハンターハンターのジンフリークスの言葉がね、好きなんだよね。俺が欲してるものは、俺がまだ知らないものだっていう。そう。あのセリフはすげえ感動するよね。俺がいつも欲しているものは、俺がまだ知らないもの。で、実は、本当に欲しかったものは、実は家庭の中にあるっていう話を、ゴンフリークスにするんだけど、本当に欲しかったのは、俺は仲間なんじゃないかっていう。達成した時に気づいたって、一緒に喜んでくれる仲間が欲しかったんだっていうことに気づいたって。だから、道中を楽しめ、道草を楽しめっていう言葉があるんだよ。だからね、本当に欲しいものって実は物じゃないんだよね。実は物質じゃないんだよ。なんかね、ワクワクしたり、感動したり、愛されたりっていう実感が欲しいんだよ、人間って。寂しがり屋だから。みんなもそうでしょ？本当に欲しいものは愛情だったりさ、優しさだったりさ、感動とかでしょ？ねえ。いや、カオスはだから、俺の会いたいっていう気持ちをいつ叶えてくれんのかなって思ってるけど。いいんだよ。人生は全部道草だから。俺はいつも言ってんだけど、人生はもう壮大な暇つぶしだと思ってるから。壮大な暇つぶし。そう、ものじゃないんだよ。そうそう、物は道具だし、年取ってくると分かるよね。物じゃなくて、なんか心の通ったもんが欲しいんだよね。死ぬまでじゃん。 俺は死ぬまで暇つぶしだと思ってて、でもその暇つぶしを甘く見てなくて、どうせやるなら楽しくっていう。なんか20代の頃に自殺未遂をして、その時に気づいた。あ、ほっといても俺死ぬなっていうことに。で、これ暇つぶしなんだと思って。死ぬまで暇なんだ俺って。で、苦しいんだって生きることってっていうことに気づいて。で、どうせ勝手に死ぬんだったら、なんか楽しんでやろうみたいな。とことん楽しんでやろうみたいな。まあ、基本的に俺はこの世で生きることは地獄だっていうふうに認識してたから。とことん楽しんでやろうっていう。だから神様に喧嘩売ってんの今。とことんね。だからもうやりたいことしかやらないって決めてんの。俺はもう、だってもう自殺未遂したよ。だから自殺する人が嫌だって言ってんの。絶対なんとかなるから。だからその自殺してる人とか来るでしょ。わかるんだよって。お前の気持ちわかると。死にたいんじゃないだろうって。死ぬことよりも生きることの方が辛いんだよなっていうと、そうだっていう。本当は生きたいだろうっていうと、生きたいっていう。でも楽しくないの、辛いのって。生き地獄になってんの。生きることの方が、死にたい生物なんかいないんだよ、この世に。生きることの方が辛くなってんの。いじめを受けてたり、友達がいなかったり、ネグなんとかされてたり。いや、不幸な環境だったり。それは変えられるって。死にたいっていうな。死にたいんじゃないよなって。死にたくないって、怖いって、痛い、苦しいって。じゃあ生きればいいじゃん。発症度ね。
そう。俺はめちゃめちゃネガティブだったよ。ハイパーネガティブだったから。脳内麻薬出していいんだよ。素敵な勘違いしようぜってよく言ってるね。素敵な勘違い。そうなんだよね。気づいてないからね。俺はね、ちょっとね、カオスに直接配信外で話したいことがあるの。本人を目の前にして聞きたいことがある。俺はね、カオスに絶対会わないといけない。俺は聞きたいことが一つあるんだよ。本気で自殺する人って死ねそうなシチュエーションに出くわすとこれで助かるってものすごく救われるみたいになるとかなんとか、ああなるだろうね。死が救いだから。いや今は聞かない。今頭飛んでんだ。はい、わかつ。あとね、俺はね、なんかテレビが良くねえなって思うところは、なんかね、なんだ、インスタグラムみたいな、インスタ映えみたいなことばっかりやってんじゃん。セレブの日常みたいな。ああいうのね、良くねえと思ってんだよね。もっとね、なんか庶民の楽しさっていうのを感じないとダメなんじゃねえかって思ってんだよね。なんつうんだろう。こう、なんか、河本大翔が言ってるね、なるべく小さい幸せと、なるべく小さな不幸せ、なるべくいっぱい集めようって。なんつうかね、もっと些細な、近所からスイカもらったっていう幸せとかあったはずなんだよね、昔は。だから、リスナーさんから食い物を、送られてくるけど、怖いぞ。怖いぞ。ごめんね、みんな。リスナーさんから送られてくる食い物怖いぞ。でも俺は全部食うぞ。うまいぞ。毒盛られてる可能性あるからな。わかる？俺は敵が多いんだよ、なんつったって。食うよ、全部。全部食うよ。うまいんだよ。だから知ってんのよ。人にプレゼントを送る人っていうのは、要は悪いことしない。5年間住所晒して生きてきたけど、一回も嫌がらせされてない。ないんだよ、これが。不思議でしょ？うまいもんばっかりなんだよ。いやって思うでしょ？塩？なんかおすすめの塩があるの？不思議でしょ？だから、実はこの世ってあったかいんだよ。コメントでは悪口書かれるよ。でもね、みんなよくしてくれんの。だって俺なんか人様に生かされてるだけなんだから。本当に今ここに映ってるっていうか、俺の全てがリスナーさんからもらったものだから。すごくない？ああ、なんでもありがたく受け取りますよ、本当に。リアルブッダだから、リアルブッダ。骨髄だけで生きてるから。人のお布施と気持ちだけで本当に生活できてるから。プラス、のんちゃんも食わせてるからね。送っていいよ、全然。送ってもいいけど、まあ、全然。今までね、いや、ドアノブに、クジラの缶詰でしょ？うなぎパイでしょ？今、冷蔵庫にあるのは、羊羹とかゼリーでしょ？あと、なんか、名古屋カツとか、なんかいっぱいあるよ、部屋の中に。あと、パスタでしょ？あと、チーズケーキでしょ？いや、もう本当に、いや、俺はリアルブッダだから。いや、何でもありがたく頂戴するよ。
こうやってアイテムをいただけてバーガーありがとうございます。俺は絶対食うね、絶対食う、うん、あの捨てるっていうこと、食品系怖いんだよちょっとちょっと怖いんだよ俺食い物で遊ぶの嫌いなんだよ。だから俺がさ、なんかあんまり食い物系の企画やんないでしょ。本当に食えない時期あったから、ホームレス3回経験してっから、食い物で遊ぶの嫌いなんだよ。あんまり全部食うよ、うん、いやそれがのんちゃんがうなぎパイさ、この前もらったタムタムにもらったうなぎパイ、うまいうまいっつって全部食ってるよ。日持ちするものがありがたいかな、うん、正直言うと。あの腐るものだと怖いね。俺がだらしねえからほったらかしたりするから、賞味期限3日切れちゃったりするから、なんか日持ちするものだとありがたいけど、まあまああのカントリーマームぐらいだよね、やったのね。それでも全部食ったかんね、あの量。くず米とかいらない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 。なんか一番嬉しいのはね、やっぱね、みんなが食ってて地元のうまいもんみたいなのがいいな。なんか九州だったらさつま揚げ美味しいんだよここのみたいな。もうあんまり高級なさ、S ランクとか A なんとかランクの肉とか言われても、なんかさ、やっぱ反感買うじゃん、貧乏な人がうまい肉食いやがってって。そうじゃなくて、いや町のこのパン屋さんのとかさ、2000円ぐらいでアマゾンでポチれるようなものがいいよ。竹ちくわとかうまかったよ、星芋とか、なんかみんなが食ってて地元でしか買えないんだみたいな、これ美味しいでしょみたいな。あ、金梅さんの味噌よくわかんないけど、なんかこうみんなが、あ、これ美味しそう、食べたいみたいな、ポチ、そうそうそう、地元の肉屋のコロッケとかさ、なんか漬物とかさ、そういうのがありがたいな。なんかこう贅沢したいとかないから、うん、そんな貧乏舌だからわかんねえよ俺、そんな S 級とか言われても、うん、まあまあ気持ちでいいよ、全然送ってくれって言ってないから。なんかこうね、余裕のある人がいたら、まあアイテムくれたりとかさ、あの和道放送なっつって頑張れっつって、あ、ありがとうね、もしよかったらフォローしてって、また遊び来て、うん、いや、ゆうくん、いや、コロッケいいよいいよ大丈夫だよ、あのコロッケ日持ちしないでしょ、送られた頃には腐ってるでしょ。あ、冷凍とかあんのかな、まあ、まあまあまあそんな気使わないで、なんかたまにこれうまいんだよ食ってみろよみたいなさ、食い物は好きだから。なんかその気持ちだよね。俺はさ、そのほら人様からいただいてる身だからさ、あのお金を還元することもできなければさ、あのあれでしょ、お金を渡すこともできなければアイテム配ることもできないし、郵送で全員に送ることもできないから、喋るしかないんだよ。こうやって私生活晒すしかないから俺は、うん、あ、また来て芋大学さん、ありがとうね、コメント。手作りのご飯は断ってる俺まずいもんはまずいって言うから、うん、ダメ、傷つけるのが嫌だから、食い物はあの手作りは勘弁してくれっていう。俺本当にまずいもんまずいって言うと本当に傷つけちゃうから、うまいもんはうまいって言うけど手作りは断ってる、悪いって。うん、陸路おじさんのチーズケーキ美味しい、あのラッキー、何、陸路おじさんのチーズケーキ美味しいんだ、へえ。なんか北海道のチーズケーキ送られてきたらくっそうまかったな。のんちゃんが喜ぶんだよな、和田さんこれうまいっつって。俺うなぎパイってうなぎの味だと思ってたのよなんかかば焼きみたいな味するのかと思ったら普通にうまい、ただのお菓子なん、あれ。うなぎパイめちゃめちゃハマってるよ今。うなぎパイうまいんだよ、あ、レーズン入ってんだ、あ、そんなにうまいの、あ、いいよな、地元のうまいもんってたまらないよな、うん、まあまあまあそういうのがいいじゃん、なんかプラッと買いに行けるとかさ。
俺うなぎの味だと思ってたんだよ、うなぎパイって。まあご当地系うまいよ。あのね、じゃあ九州のリスナーさんいない？誰かさつま揚げを送ってくれよ。あのね、本当にまずいんだよこっちのさつま揚げ。なんかさつま揚げさ、九州のさつま揚げもうめちゃめちゃうまいからさ、俺からのお願い、九州のリスナーさん、さつま揚げうまいの送ってくれ、冷凍の。もう大好きなんだよ九州行った時、さつま揚げがうまくて、さつま揚げとおにぎり食ったらもう最高だったんだよ。ああ、まあそういうことだよね、ひよこまんじゅうね。うん、さつま揚げ何とも言えないうまさがあるんだよな。なんだろうな、あのさつま揚げのうまさは、たまんねえよな。鹿児島か、さつま揚げ食いに鹿児島行きてえぐらいだもん。うん、さつま揚げうまかったんだよ、旅配信行った時に。九州で配信街でプラッと街行ってさ、最高だよあれ。東京のさつま揚げなんかまずくて食えないよ。最高だよね九州の、鹿児島のさつま揚げは。魚の甘み、うまみ。あ、そうなんだ、矢野ラッキー。うまいよね。あ、あれだな。あれ買わないと、U パック。リスナーさんに T シャツ送んないと。和道 T シャツ、あれだよ。もう、送んないと。何人送ってねえんだろう。鹿児島いいよ。桜島。よかったよ。鹿児島よかったね。郵送作業がね、もう2件追加だね。もう2件。悪巻きとか知らない。あのね、どこだったかな、四国のね、竹地区はもう最高だったよ。あれはびっくりしたよ。竹地区はうまかったわ。あれまた食いてえな。竹地区はうまかったわ。練り物好きなんだな。八つ橋はうまいよ。あんなずっと食えるよな。八つ橋は、八つ橋と沖縄のチンスコーとね、京都の八つ橋。あれはずるいよな、八つ橋はな。ずっと食えるもんね。うん、いや、ないな、551。あれか、横浜かな？俺ね、豚まん嫌いなんだよ。あのね、別にうまいんだけど、なんかね、あの山崎パンのあの肉まんあるじゃん、あれがうますぎて、もうなんか豚まんってなんかもっと素材感が素朴な感じ嫌なんだよ。あのジャンクな感じの肉まん、コンビニの肉まんでいいやってなっちゃう。大阪なんだ。大阪安いのうまいもんいっぱいあるもんね。八つ橋はもうすぐ食べちゃう俺。あー、信玄餅ね、あれだっけ、あのきな粉が入って黒蜜かけるやつだっけ。あれもうまいよな。いや、うまいもんはいいよ。東京うまいもんねえかんな。うまいもんっていいな。俺ね、だからね、安くてうまいもん作ってる人にはね、本当にすげえ男だなって思うんだよ。男っつうか人だなっていうか、あのね、やっぱね、うまいもんを食わせようっていう人に悪い人いないよ。儲からなくてもうまいもん食わせようっていう人大好きだよ俺。人間的というかさ、だからラーメン屋の親父に悪いやつはいないっていうのが俺の考えなんだよ。うまいもんつく、あのね、ばあちゃんが戦争経験してたからね、こればあちゃんの名言。ばあちゃん沖縄で戦争受けてて、ばあちゃんがすげえ俺にかっこいいこと言った。
あのね、腹が減ってるから悪いことすんだよって。私は女だから、あんたに小遣いもやらんと。男だったらあんたは金稼げと。ただ、あんたを空腹にさせることは私はないって言ってた。かっけえだろ、おばあちゃん。腹減ってっから悪いことすんだよって。だから、あんたは稼げよって、男だから。だけど、あんたを飢えさせることは私は女だからないよって。だから稼いでこいって。かっこいいよね。腹いっぱいで喧嘩するやつ見たことねえって言ってたよ。いやー、すごいね。腹が減ってるから物盗んだり人騙したり喧嘩したりするんだって。そうそうそう。だから戦争経験してすごいの見たんでしょう。本当に地獄絵図を見たんだろうね。伊勢丹に売ってるって、そんな夢ロマンがねえな、お前。リスナーさんから送られてくるからいいんじゃねえか、お前。伊勢丹行くか？ あるんだよな、新宿な。伊勢丹って便利なんだよな。ああ、そうかもしんねえな。ああ、いい漫画じゃん。なんかバレンタインデーにチョコレート女の子作るじゃん。なんかツイッターで話題になってた女の子すげえなと思ったけど、唐揚げ作ったんだよ。死ぬほど唐揚げを揚げて、それをもう給食の日に配ったら一番モテてたって。男の子に行列ができたっていうツイッターができて、この女の子は将来いい奥さんになるねっつって。よくない？バレンタインデーに唐揚げを作っていく女。赤福うまいよね。靖国神社の参拝は靖国神社の有習慣に行った方がいいよ。まあよく言うんだけど、靖国神社行った方がいいよって。俺は右翼でも左翼でもないけど、ちょっと右寄りな資料館なんだけどね。要は靖国っていうのは昔の日本の宗教で、国家神道って言って国が定めた宗教があったの。で、靖国っていうのは、まあ、あの世っていうか、そう、なんつうんだろう。向こうの世界、あの世のことを靖国って言ってて。要は死んだ、戦争で死んだ英霊たちを祀ってるところなの。だから戦争行くとき靖国で会おうって。あの世のことを指すんだけど、あの世には極楽浄土があるみたいな話で。伊勢丹タイにもあるんだ。儲かんのかな。まあね、靖国神社は日本人なら一回は行った方がいいと思うよ。あれは何とも言えないよ、本当に。17歳から19歳ぐらいの男の子たちが書いた手紙はすごいよ。はい、私。ゼロ戦があるね。まあ、ゼロ戦はね、お金払わないで見れるからね。靖国神社の石碑っていうかね、狛犬の上に登ったのネルさんだね。あ、クイズでもらえた。ありがとう。アイテムありがとう。ネルさんがね、警察沙汰になってたよ。もうなんか配信者の警察のニュース見たくねえよ、俺。なんかそれでこう、なんかやってやったみたいなのが恥ずかしくてしょうがないよ、もう。もうそんなのばっかりだもんな。
もうなんか有名になったら、有名になったなりの責任ってあるでしょうっていう。そこはちゃんとしてよみたいな。なんかもう子供じゃねえんだからっていう。なんだろうね、牛丼混ぜ男が俺は悪いと思ってんだけど 牛丼混ぜ男が悪い。いやね、ダメですよ。お疲れ様とは言えないっす。申し訳ないですけど。ダメ。ダメ。勘弁してよ、本当に。ダメなもんはダメ。子供じゃないんだから。察してください。察してください。店長さんね、じゃあ本音を言わせてくださいね。関係者じゃなかったら笑って喜びますよ。関係者じゃなかったら僕もはしゃぎたいっすよ、みんなと一緒に。みんなまで言わないです。頼みますよ、本当に。勘弁して、マジで。今度愚痴らせてもらいますからね。愚痴らせてっつうか、もう説教っすよ。さすがに年上だし、先輩だし、大手だし、いろいろありますけど、今度会った時、説教しますから。頼みますよ、本当に。これだけは聞きたい。なんでもいいですよ。いや、いいですよ。いや、説教しますから、本当に。いや、凸はしないです。配信外で、こってりちょっと、説教します。いや、楽しかったとかじゃなくて、じゃ楽しかったかどうか言いますよ。笑えねえよ。笑えねえよ。笑えねえから。もう、ちょっと勘弁してくださいね。いや、ドンチキじゃなくて、ありがとうございます、花火。便所さんの、株めちゃめちゃ高かったんですよ。ドンチキありがとうございます。でもね、もうこの話やめよう。この話やめましょう。
この話やめましょう。本当に。今度、お茶でもしながら、しましょう。もう。はい。いやだからね、もう勘弁して、本当に。この話終わり。この話終わり。この話終わり。夕飯何食おうかな。はい、終わりです。はい。もうね。シャレにならんよ、本当に。ダメですよ。いや、想像をはるかに超えてたかんね。もう。いやもう本当だよ。俺ドレさんの件があって便所さんかっこいいって擁護してたから全部ツイッター消したもん。まあ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 もういいよ。いいよな。聞いてるとかじゃなくてね、あのね、もう本当ね、配信者をテレビが使わないのがよく分かってきた、だんだん。本当に。要はね、芸能人の人って制約されたルールの中で面白いことをやってんのよ。わかる？いやもうね、胃が痛いとかじゃなくてね、あのね、本当ね、あの番組潰す気かよっていう、本当に。ドレさんといい、便所さんといい。あのダメなもんはダメだから、うん、やっていいことと悪いことぐらい分かってるはずなのよ。頼むよマジで。あのダメなもんはダメだよ本当に。あのまあいいや、それはもう配信外で便所さんと会った時に話すからもういい。いや怒らないといけないっつうかね。いやあの、のなんつうんだろうな、もう ダメですよ。ね、だからね、配信者はね、積み上げることよりも壊すことの方が好きだから、あのね、それ配信会全体に関わることなんだよ。いや、運営じゃなかったら大爆笑はするよ。だけど、この企画を考えるのにどれだけ動いてきたと思ってるんだよ。
この企画、どんな思いで動いてると思ってるんだよ。みんなが。おー、チンコポロリするわ。弾丸さんに噛みつくわ。もう勘弁してよ、本当に。いやー、笑えないって。ダメなもんはダメだよ。いやー、これはそういう問題じゃないよ。そういう問題じゃないよ。まあ、だから配信者を使うっていうことはこういうことだなっていうことですよ。まあ、しょうがねえよ。ありがとうございます、アイテム。いやいや、だから、いや、だから。いや、だから球技さんね、ガキだな。まあ、責任取るしかないよ。ダメなもんはダメです。僕の気持ちも考えさせていただけると嬉しいですよ、キュウキさん。僕はとやかく言いませんから、配信で。口は出さないですよ。させていただけると幸いです。はい。ダメなもんはダメだから。いやいやいや、わかりますよ。
僕も配信者だし、僕もリスナーさんの気持ちはね、配信会に携わってるものとして分かりますよ。察してください。ダメなもんはダメです。察していただけると嬉しいです。はい、切り替えましょう。終わり。終わり。子供じゃないでしょ。はい、終わり。まあ興味があったら本読んでみるといいよ。興味があったら。なんかあれだな、何かにこう叫びたい気分だね俺は。なんかこうね、サンドバッグでも殴りたい気分ですよ。叫ぼうつ、うん、いやもうネタにもしたくないぐらいです、はい、歌はもういいわ、閲覧下がるから、うん、渋タクっていうの、渋谷で卓球すること渋タクっていうの、うん、バッティングセンターとかね。いや、サラリーマンの顔になるよ。なりますよ。スポッチャいいね。
のんちゃんのカラオケいいね。スポッツは新宿にないんだよな。まあいろいろあってね。のんちゃんお酒飲まないから。釣りね、俺魚釣れたこと一回もないんだよね。釣りがすげえ苦手なんだよ。あ、BB 弾連射できるカフェとかあったらいいよね。なんかあるらしいよ、でも。そのシューティングレンジっていうの、シューティングバーみたいなのあるらしいよ。え、何がマジで言ってんのって何が。何がマジで言ってんのって何。釣りの話？魚一回も釣ったことない。俺一番最初に釣ったのは長靴だもん。で、2回目に釣ったのはシャコだもん。魚釣れたことないんだよ。最初本当生まれて初めて釣れたっつったら長靴が釣れたんだもん。ポカーンだよ。で、わあかかったって2回目釣りに行ったらシャコが釣れたんだよ。いや、本当漫画みたいだろ。本当に長靴釣れたんだよ。小学、中学生だったかな？小学4年生か、5年生か。いや、もう、ほんで絶望的にセンスがないの。ダーツバー昔よく行ってたよ。ダーツ得意だよ。シャコは当たりだよって言って、友達が、すごい珍しいんだよ、大当たりだよって言って喜んでたけど、なんだこのエビみてえなやつみたいな。指気をつけて、みたいな。指切れるよとか、なんかはしゃいでたよ。いいねみたいな。魚釣りてんだよ、こっちは。はい、お疲れー。雷魚釣りたい。いや、シャコは釣れるの珍しいんだって。海釣りだったけど。ああ、もうなんか釣りは沖縄でもやったけど釣れなかったし諦めたわ。才能がまるでないの。釣り堀とかもいいよ。だから釣り堀一回行ったことある、成田にあって。釣り堀でも釣れねえんだもん。金払ってんのに。あんな腹すかした魚が俺の餌取らねえ。なんだそれと。1時間で1匹も釣れなくてもういいわ、帰るわ、っつって。釣りはね、本当に苦手なんだよね。なんでもね、そこそこ器用にこなす方なんだけど、まるで才能がない。普通にやってんだよ。なんでだろうな。ああ、パチンコ行きてえ、マジで。スロット行きてえ。らしいよね。餌与えてないから食いつくって言うよね。ダメだわ。スロット行こうかな。
ボーリングもいいね。あ、映画か。映画いいな。映画見に行こうかな。映画いいね。頼むよ。頼むよ。子供じゃねえんだからよ。頼むよ。いやー、ありがとうございます。花火ありがとはい、こんにちは。ああ、とんでもないです、とんでもないです。ありがとうございます。映画見に行こうかな。一旦配信切るわ 気分転換します。皆さん、お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様です。胃が痛いよ。